M1、M1A110 レッカー車は、第二次世界大戦期に、アメリカ合衆国で開発、運用された6輪駆動の軍用レッカー車である。M1、M1A110 レッカー車は、第二次世界大戦初期に、アメリカ合衆国で開発され、対戦を通じ、ダイヤモンド T969 レッカー車と共に、アメリカ軍で運用された6輪駆動の、大型軍用レッカー車である。 M1 は、マーモン・ヘリントン社が原型を開発し、コービー社が修正を加えて完成した、27トンの、牽引力を持つ軍用の重レッカー社である。1941年から、ワード・ラ・フランス社によって生産が開始され、需要が増え生産が追いつかなくなると、ケンワース社でも並行生産された。改良型の M1A1 と合わせ、対戦中に総計4925両が、 生産された M1A1 は M1 の紹介量型で外観的な変化として M1 はハードトップ型で曲線的なフロントフェンダーであるのに対し M1A1 はソフトトップ型で直線的なデザインのフロントフェンダーになりクレーンが新型になっている点が挙げられるソフトトップの M1A1 は他の米軍車両と同様にリングマウントを取り付け M20 機関銃を装備することが可能である。なお、アメリカ陸軍武器化の補給品カタログにおいて用いられる命名法システムでは、本社は G116 として参照される。M1 と M1A1 は、ワード・ラ・フランス、ケンワース両社で対戦を通じて、並行生産されたことにより、いくつかの形式名が存在する。ありがとうございます。